ありがとうございます。ちょっとカメラが遠いんですけど、ね、申し訳ないです。赤枠出るのいいっすね。もう赤枠出るってことですよね。そうそうそう、回してます。これ使うんで、ここで。あ、そうか。そっか、これがそうだ、圭介くん方式だ。そう、もう僕は使っていくんで。だよね。だよね、はい、ということで、どうも、圭介です。どうも、西田渉です。はい。ということで、今日はコラボ会でございます。よろしくお願いします。はい、で、ありがとうございます。実は、このもう直前に西田さんと、ライカトークを、まあ、てかソニーキャノントーク、うんうん、プラスライカトークを、うんうんうん、はい、しております。ライカトークですね、はいはい、なんでひとしきり話した後に、うん、僕のねチャンネルにも出ていただくと。いや、こちらこそありがとうございます。今日もよろしくお願いします。まあ、今日のテーマとしては、うん、本当はね写真撮りに行きたかったんですけど、ちょっとね、うん、曇りだったっていうのもあって、まあ、せっかくならちょっと西田さんに、まあ、キャノンの話聞きたいなと思ってます、うんうん。まあ、僕自身が結構ソニー の, 普段カメラを使ってるんで、はいはいはい、なんかどうしてもやっぱカメラとかレビューするときとか、うん、ソニー視点になっちゃうんですよ。なるほど、まあ、そうなりますよね。なります、なります。どうしてもなります。キャノン視点ですよ、はい、と考えても、はい、なんでなんだ、まあ、ちょっとそこら辺の、うん、まあ、なんだろうな、キャノンにしかないポイント、なんでキャノンを選んでるのかとか。なるほど、なるほど。その辺ちょっと聞きたいですね。ぜひぜひ、はい、うん、はい、はい、ということでスタートしましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。そもそも西田さんって、うん、あれ多分前もちょっと聞いちゃったかもしれないですけど、うん、いつからカメラ始められたんでしたっけ？ですね、カメラ、うん、写真歴は今年25年ぐらいかなっていう。はい、長いですね。そうですね、意外と長くやってまして、はい、いや意外じゃないですけどね。でプロとしては今年23年目かな。あ、じゃあ、うん、もう始めて2年ぐらいで。そう、もう18で始めたんですけど、はい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 、で2年間でバッと濃密に集中して、はいはいはい、トライして、そこから2年後には、まあ、営業とかかけて仕事で雑誌とかの撮影をするようになったっていう、はいはいはい、それがきっかけですね。そこからプロっていうことなので、うんうんうん、今年で23年目かな。なるほど、うん、大先輩ですね。いやいやいや長くやってますっていうところですが、はいはい、でその時からもうキャノンだったんですか？うん、最初はねミノルタっていうメーカーがありまして、あ、ソニーの前身のメーカーです ね, ですね。なんで A マウントと呼ばれる時代のソニーはミノルタの資産っていうかね、はいはいはい、イズムが入ったってことで、ね、ミノルタのそれこそアルファ9っていうカメラを使ってました。あ、なるほど。ミノルタの最高級のフラッグシップがアルファ9だったので、はいはいはい、フィルムカメラ。あ、フィルムカメラなんですね。でミノルタのレンズ、まあ、それこそ G レンズって呼ばれる、うん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 、だ今のソニーの G マスター G は全部ミノルタから来てるっていうところなんですよね。はいはいはい、なのでミノルタを使ってたと。へえ、なるほど、なるほど。ですが、結局ミノルタがなかなかデジタル一眼レフを出さなかったんですよ。でももうキヤノンは例えば D30D601D とかっていう形でどん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 、一眼レフデジカメ出し始めてて、なるほど、なるほど。ずっと横目で見てるのが欲しくて仕方なかったんですよね。いや今からしたらだって想像できないですもん、僕フィルムで仕事とか。要は撮るじゃないですか、はい、当たり前ですけど映ってるかどうか分かんないですよね。そうですよね。それが撮った瞬間に映ってるのが分かるカメラっていうもう夢のカメラなわけですよ。そうですよね、撮った瞬間に映ってるかどうかが確認できるなんて、はい、もう夢のもう本当に奇跡のような。そうですよね、当時からしたら、うん、そうだからもう欲しくて仕方なくて、うんうんうん、もうってことはもうミノルタは当分出さないだろうということになってしまって、うんうん、だったらもういろんな意味でも第三元 F2.8 同士のズームレンズを持ってたりするキヤノンに映るのが正解だなって思いましたですよね。でなぜニコンも徐々に出し始めてはいたんですけど、はい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 、なぜキヤノンにしたかっていうと、キヤノンの方が一足先にフルサイズのセンサーとかね、あ、なるほど、なるほど。そう、 APS-C だけじゃなく APS-H っていう 1.3 倍になる CMOS センサーも開発してたんですよ。ニコンはもうずっと、D1、D2 とかでもずっと APS-C だったんですよね、フラッグシップ機が。フルサイズに参入が遅かったんですよ。なるほど、なるほど。それもあって未来志向で考えたときにやっぱりキヤノンの方がいいかなと。うん、なるほど、なるほど。でキヤノンはやっぱりこのマウント系がでかいっすよね。EF 時代からめちゃくちゃ大きくて、うんうんうん、ってことはレンズロードマップの未来も明るいってことで、はい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 、その時からそういう風に考えてました。なるほど、なるほど。
へえ、間違ってなかったかな。なるほど、確かに。じゃあそこからもずっとキヤノン一筋でやってる感じですか。うん、そうですね、基本はですね、はい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 、商業とかでポスターとかになってくると、うんうんうん、当時は僕フェーズ1とか。ああ、そうなんですね。そうそうそう、あのレンタルですよ、はいはいはい、だから昔も車が買えるレベルだったんで。いや、そうですね、すごいフェーズ1ってカメラがあるんですよ。ハッセルワットフェーズ1って言って、本当にね5、600万円今でもするようなあのそうですね、カメラボディだけでね、商業ベースのカメラがあるんですけど、それはレンタルで使ったり、うんうんうん、基本はもう取材とか、はいはいはい、軽いタレントさんの取材とかになると、うんうんうん、もうほぼキヤノンですね。そうなんですね。はい、なるほどなるほど。うん、でじゃあ実際キヤノン使ってきて、うん、なんかこうなんだろう、他のカメラメーカーには行ってないじゃないですか。なんか理由あるんですか。うん、やっぱり、まあ、まずマウントが全部統一されてるっていうところと、されてて、キヤノンの場合はもう全部が、うんうん、あの間違いなく、例えばですが 11mm から究極 1200mm までレンズマウントの焦点距離持ってたりとかね。あ、なるほどなるほどなるほど。メーカーで全部まずは何か過不足なく撮影することが全部整うっていうことが大きいのと、あとやっぱもう昔から20年前から CPS っていうプロサポート、要は保守ですね、うんうんうん、やっぱりプロで活動するからには、機能がいい悪いっていうよりかはどっちかというとサポート、はい、壊れた時、はい、これが今一瞬落っことした瞬間に、はいはいはい、銀座行けばこれと同じものを用意してくれるわけですよね。確かに確かに。要は修理入れると代替品が来る、はい、このサポートが大きかったっていうのが一番。なるほど、大きかったですかね、はいはいはい、だからソニーはもちろんいいカメラっていうのは知ってたんですが、まだ当時はプロサポートも立ち上がってなかったし。なるほどなるほど。今は相当ね、あの優秀に、ね、あの成立してるな、あのなってきてるだろうなっていうのは分かってるんですけど、なんでもうそういった形でやはり保守と撮ろうと思ったレンジのものが全部用意されたり、あとはチルトシフトレンズとかってちょっとマニアックなんですけど、はいはいはい、建築とかを撮るときに要は煽りができるレンズがあったりするんですよね。歪みなくすみたいなんですよね。そういうやつです、はい、もちろんソフト処理ではできるんですけど、うんうんうん、レンズでできるっていうのがやっぱ大きくてとか、うん、確かにその辺キヤノンはすごいあの豊富なイメージありますね。そうなんですよ、建築系多種多様にわたってっていう、はいはいはい、ニコンもあるはあるんですがやっぱキヤノンの方が強いかなっていう。へー、なるほどなるほど。うん、いやなんか、さっきのトークでも話したんですけど、うん、やっぱ西田さんのこう視点って僕とは全然違って、うん、まあ、当たり前なんですけど、うん、やっぱこう写真家というかプロとしてやってるんで、うん、さっきおっしゃってたのがこうシグマのレンズとかなんで使わないのみたいな時に、はいはいはい、そのキヤノンのセットだったら同じところに修理出せるでしょみたいな。おっしゃる通り、はい、おっしゃってて、うん、確かになみたいな、うん、なんかそういう視点すごい僕としては新しくて。なるほどね、はい、うん、そういう関連でって言われたらむずいんですけど、うん、キヤノンのここがいいみたいなのあるんですか。あ、キヤノンのここがいいっていうのは、はい、やっぱりまずは、ソニーと大きな考え方の違いとしては。そうですね、ちょっと持ってきましょうか。 ありがとうございます、はい、これ α7-3 かな、はい、3です。 α7-3、はい、そしてこっちが R5 っていうね、まあ、多少他のカテゴリーとしてはちょっと違うは違うんですけれども、うんうんうん、キヤノンの一番大きな考え方としては僕の中これ持論なんですけど、はい、戦争に持っていけるかいけないかっていうのが大きな基準になってるんですよ、はい、要は剛性というか、そう、あの、そうそうそう、強さみたいなことですよね。そう、壊れないっていうところ、はいはいはい、そこの安心感っていうところ、確かにっていうところ、例えば寒冷地に持っていった時にも、はいはいはい、動くのか動かないのかではなく絶対動くっていう、その確実性が欲しいっていうところ。確かに確かに確かに。その代わりやはり明らかに重いわけですよ。大きくて重いし、はい、ましてや RF になってからは高いしっていうところで、はいはいはい、なかなかとっつきにくいカメラになってるのはもう徐々に間違いないんですが、うんうんうん、やっぱり安心感には変えられないっていうか、っていうそこが大きいかなっていうのは感じますね、はいはい、キヤノンの。なるほど、確かにソニー弱くて、うん、あのまあなんかソニーの一番弱いのここなんですよ。電子接点ですよね、はい、ここがまあソニーはいろんなことができる分、うん、ちょっとでも濡れるとすぐ修理なんですよね。ですよね、はい、だから多分これもう修理しなきゃいけないです僕。ぶっちゃけですか。はい、もう結構これあの来てて型が。あ、本当。はい、もう3年ずっと前に使ってるんで。でも3年使ってやっぱガタが来るって感じですもんね。いや、そう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 、そうなんですよね。キヤノンはやっぱり5年使ってもまあ動くよね。なるほどなるほど。今ケイスケさんがおっしゃってたんですけど、例えばキヤノンだったらここのホットシューって呼ばれる部分なんですけど、はいはいはい、こことかただの金属なだけなんですよね。あ、確かに確かに。で電子接点は一応ついてはいるんですけれども、はい、真ん中ありますね。真ん中にこうストロボシューというかね、ストロボ電子接点はついてるけど、そういったピンはついてないんですよね、うん、確かに確かに。じゃあやっぱね電子デバイスとしてのピンがついてるから、そう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 、
この辺の考え方っていうのが、まあそうですね、ちょっと違いますよね、うん、メーカーとしての違いもあるし、うんうんうん、あとはその辺はまあね、どのぐらいの用途で使うかってことで考えていけばいいのかな、うん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 、確かに確かに、うん、はい、まあ、あとなんかこの前西田さんがおっしゃったのは、うん、さっきもちょっと話し出しましたけど、うん、あの SD カードのフォーマットの速さ、はい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 、これは僕結構新しかったんですよ、考えとして。あ、そう。てかなんかやっぱそのSD カードをそんなしょっちゅうフォーマットするっていうのはあんまり僕の中でなかったんで、うん、なるほどね、やっぱそのなんか SD カードのフォーマットのそう全然違うんですよ、違いますよ ね、はい、全然違いました。僕も実を言うと α7-3 を使っていたので、はい、あの一応ソニーの、ね、カメラっていうのもまあ散々触ってはきてるつもりではいるんですよ、うんうんうん、はい、そう、いやそこは全然違いましたね、うん、なんかもうキヤノンとかはもう一瞬でプッてフォーマットできるんですけど、例えば 325GB の CF エクスプレスが本当に、はい、もう瞬きの瞬間に特化とかされるんですよねソニーはやっぱ 2,3 秒かかるっすね、もうちょいかかるかな、もうちょいかかるイメージかな、はい、あの α7-3 は ね、イメージみたいな感じで、はい、終わる感じなんで、ちょっとまあ確かにラグあるっすね。そうなんですよ、はい、なんでこれもあくまでもねプロ目線っちゃプロ目線なんですけど、うんうんうん、例えばイベントがあります、はいはいはい、30組出ますって言った時には、うんうんうん、もうニュース出しとかしなきゃいけないんで、もう担当者にどんどん SD カードを渡していかなきゃいけないんですよね。でその時にじゃあ例えばですが20枚とかの SD カードを用意してて、うん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 、前日の準備にやっぱ1回ずつ全部初期化をするわけですよね、ブランクディスクに作らなきゃって、はい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 、それをするのに 0.1 秒で終わるのか2秒3秒かかるのを確かに確かに、あの20枚とかやるってなると、もうそれだけで例えば毎日撮影してたら全然違いますよね。初期化だけでまあまあ自分の人生が無駄になる持ってかれてますもんね、持ってかれてるんですよリソースが、確かに確かに、大事な時間が、いや確かにそうですね、うん、いやそこはだから僕は結構驚きっていうか、なるほどね、ない視点だったんですげえ面白いなと思って、うん、確かに確かにそう、すごいニッチなマニアックな話なんですけどね、はい、いやそうですね、あとなんかあるかな、ケイスケの動画、なんか逆にその、うん、ソニーじゃなくても、うん、こういうカメラ行こうと思ったみたいなのあったりするんですか、まあ、ライカはちょっとライブマンベストしてね、はい、うん、そうですね、例えば、うん、パナとか、うん、それこそあの、まあ、ライカは別だけど、まあ、ニコン、うん、めっちゃかゆい大丈夫です、まあ、ニコンとかあと富士とか、うん、あ、はいはいはい、はい、あると思うんですけど、その辺に行こうと思ったことはあんまないですか。あのですね、もう僕の場合は考え方として一番大きいのはセンサーサイズ、うんうんうん、なるほど、うん、なるほど、センサーサイズを中心に、スチールの人間って考えるので、昔のフィルムと一緒ですね、 35mm だったり中盤だったりっていうフィルムのサイズで、昔の写真家カメラマンっていうのは全てを変えていたんですよね、カメラ自体を。なので未だにそこはありまして、なんでじゃあ仮に R5 の次何かを使うってなると、やはり先ほど言ったフェーズ1とかハッセルブラッドがあったり、今だとやっぱ富士の GFX100S とかですね、あの辺とかやっぱ非常に興味がありますよね。あ、本当すか。センサーサイズが大きいっていう時点でめちゃくちゃ強烈なアドバンテージにやっぱなるんですよ、はいはいはい、あ、そうなんだ。で色の情報も、はいはいはい、僕らこれは14ビットっていうね、細かい話ですけど、うん、色の情報が明らかにね16ビットって言って 4倍になるんです。あ、そうなんだ。大きくなるんですね、はい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 、色の破綻もスキントーンも綺麗だしって、はいはいはい、そうなんだ、うん、なんでそういう世界はやっぱ気になるかなと。センサーサイズプラス色情報の16ビット、ここの組み合わせ、うんうんうん、あとはもうニコン、キャノン、ソニーとかになると横並びでほぼ切磋琢磨しまくってるから、うんうんうん、そうですね、めっちゃけ差はないかなっていう感じ、はいはいはい、機能としてはあんま差ないですよね。ない、もう正直だからその細かいキャノンだったらそのメニューが見やすいとこもあるじゃないですか、まあ、そういったユーザーインターフェースですよね。そう、うん、その部分やっぱその部分がちょっとずつ違ったり、まあ、重さもそうかもしれないけど、うん、大きさとかもしんないけど、まあ確かにその辺あるっすよね。究極吐き出てくる絵はソニー、ニコン、キャノンもう変わらんって考えていいと思います、まあ、そうですね、はい、確かに確かにそうかも。あとそこで写真家とか写真を撮る人からすればフォーマットを変えるってことですね。なんでね、さっき言ったそのラージフォーマットである中盤とかと、ね、そう中盤っていうところになってくるかなっていう、はいはいはい、中盤の話で言うと、うん、バーン&インセクトの林さんいるじゃないですか、はいはいはい、林さんがやっぱフェイズと富士は中盤でも違うみたいな話をしてて、なるほど、全然やっぱそこはフェイズの方がなんか
圧倒的に何かが違うみたいなことをおっしゃってて、それも試してみたくなりましたね。それ聞いて、ね、色作りとかアルゴリズムとか、もともと作られてるローのデータの素養とかね、はい、あ、なるほどなるほど。でフェーズ1はフェーズ1で、さらにキャプチャー1っていうアプリケーションをもう20年以上にわたって開発してきて、そのマッチングですよね、ローデータとのロー現像のマッチング、はい、で16ビットのデータをもうフルまで、あ、なるほど、あの分回せるチューンになってるはずだから、はいはいはい、そういうとこは違うかもしれないですね。いやー、ちょっと、これちょっと深い話になりました。これごめんなさい、深すぎてね。深い、すごい、あの、もう、ニッチな、どんどんね、話になっちゃう。ペロッと1000万いっちゃうような時代の話になるから、ね、これは深すぎる。はい、うん、まあ。そういう世界もあるってことで。そうですね。なるほど、なるほど。うん、なので、戻すと、やっぱりキャノンに関しては、はい、やっぱりこう、あの、もう絶対に取らなきゃいけない状況。はい、雷雨だろうが、雪だろうが、はい、そういったところでも意地でも取らなきゃいけないという時にはやっぱりキヤノン、ニコンとかがまだ優勢なのではないかという、まあ、確かに論ですね。ケースキックもやっぱこういった電子デバイス、はい、電子部品が表に出てるっていうところはちょっと弱い部分なのかなと。ソニーはそこは弱いですね。そういった意味ではね、はい、あのそれで言うと、うん、ニコンとかってどうですか。ニコンはやっぱり苦しいのはその一眼レフにこだわりすぎたっていうところが、なるほどなるほど、あの会社の勢力ってやっぱあると思うんですけど、はいはいはい、まあそうですよ、あるそうですよね。それが多分一眼レフ勢力が強かったんだろうなっていう商品開発の雰囲気が伝わってきますよね。はいはいはい、確かに確かに、うん、キャノン結構スルッといきましたもんね。もうこれはまずいっていうことになってましたね、はいはい、2週ぐらい先に行ってたから、ね、ソニーがここまで遅れたらもう取り戻せないって多分判断して、はいはいはい、マーケティング側で、はい、なんでもう大当てで R と RP 出して、あれは逆にもう本当に採算度外視のモデルで、スペック考えると安すぎるんですよ。いや確かに RP 圧倒的に安いですもんね。10万切ってますからね。そうですよね。フルサイズですからね。はい、うん、確かに異常っすよね。異常、あれは異常。確かに確かに。だからもうシェア取るために逆にもう採算度外視やってくれてる分だけユーザーからすると美味しいカメラでは本来あるんですよね、うんうんうん、なるほどなるほどなるほど。確かに確かに、まあ、今後本当に、まあ、僕はそのさっきももうさっきも話したばっかりなんですけどまあ、今後本当に2年とかで、うん、ここがひっくり返るか帰らないかは、うん、多分その2年とかで決まってくるのかなと思ってて、そうですね、こっからだいぶこうキヤノンがグググッと伸びてきて、まあ、ソニーとこうバトって、うん、どうなのか、あとはどこを見てるかかなと思ってます。要はソニーとかやっぱりちゃんとあの YouTube、 僕らみたいな YouTuber が、うんうん、あいいな、やっぱりいいな、楽だなってさせてくれる製品をきっちり作ってきてくれるんですけど、やっぱりキヤノンはねそこをぶっちゃけ見てないなって感じですね、うん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 、もうハードコアなユーザーというか、なるほどなるほど、写真をゴリゴリに撮っていくとかゴリゴリにムービー撮るとか、はい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 、そういった人向け業務向けっていうところを結構見据えて作ってきてる感じがする、うんうんうん、ユーザーフレンドリーではなくなり始めてる感じが、なるほどなるほど、今のキヤノンにはちょっとしてますね。はいはいはい、なるほどっすね、うん、じゃあもう本当にユーザー向けはキスシリーズとかなんですかね。キス M2 とかそこから入ってくださいっていう雰囲気かな。なるほどなるほど、うん、なるほど。でもあそこなんかレンズ変わるじゃないですか。そこなのだから RF レンズ売りたい割にはじゃあどういうロードマップを描いてるんだっていうところではね、はいはいはい、結構キヤノン今しんどいと思いますね、はいはいはい、正直、はい、なるほどなるほど。映れないですよね若い方で。うん、正直いきなりこれ例えばこのセットだけでもいきなりもう70万80万したらこれで、いや無理ってもう秒でギブアップすると思うんですよ、はい、皆さん。いやそうっすね、うん、めちゃくちゃいいカメラですけどね、うん、本当に。いやそうなんです、値段考えると最初に入るのソニーがギリなんですよね。ギリっていうやつだと思う、はい、多分おっしゃる通りギリなんですよね、うん、なるほど。ケースケの動画ありがとうございます。そう、そんな感じですね。はい、うん、ありがとうございます。ちょっとねどちらかって言ってすい、はい、いやいやいや面白かったです、うん、なんかまあこうなんだろう、キヤノンはキヤノンですごいいいところ、まあ各メーカーそうなんですけど、うん、やっぱ それぞれ特色があって、うん、で僕とかは結構やっぱレビューするときにソニー使ってるからここがソニーからしたら足んないんだよなと、うん、この差で見ちゃうんですけど、やっぱそうじゃない視点っていうのもたくさんあるんで、うん、まあなんかあのフラットな目線でね、僕以外のレビューとか西田さんのレビューとかも見ていただいて、いろいろカメラとか検証してくれると嬉しいな、ね、僕もある意味もうプロのハードコアなユーザーの目線で常に語っちゃってる部分もあるのでいや、ね、かなりね皆様にはご迷惑をおかけするとかあると思うんですが、いや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 、ちょっとでも参考になれば、ま、使い方は本当人それぞれなんで、うん、合ってるフィットした方をぜひ、そうですね、はい、そういった形で嬉しいです。そんな感じかな。はい、はい、20分ぐらいちょうど話してる。あ、本当？じゃあちょうどいい感じ、はい、ちょうどいい感じです今。よかったよかった。はい、ということで
はい、じゃあこれからも、まあ、僕はキヤノンをおそらくはメインにやっていくと思いますし、うん、ケツキはソニーっていうところなんで、これからもそういった意味でもメーカーも含めてね、はい、やっぱカメラの発展を2人である意味支えていけたら嬉しいかなと思ってて、ね、本当に。いや、なんかそれこそ別にここ喧嘩するわけじゃないんで、はい、とにかく写真が大好き、カメラ愛にあふれてる2人っていうところなのでね。なんで僕もだってキヤノン、それこそこれからレンズとか揃ってきて、うん、なんかもう超えたなと思ったタイミングがもしあったら、うん、キヤノンに映る可能性も全然ある、なるほどなるほど、ものだと思ってるんで。変な話、僕もムービーに関してはね、ソニーを入れてもいいかなって思うところが本当にあるんですよ、はい、ね、うん、実を言うとね、はい、なんでそういった形なんでね、やっぱり究極メーカー関係ないってことになってくる。そうですね、メーカーは関係ないと思います、うん、たまたま自分にマッチしてるのがね、はい、本当今はキヤノン、そしてソニーって感じですかね。そうですありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんな感じで、今後もね、まあ、西田さんとはちょこちょ こう話しつつやらせてほしいですね、はい、こちらのライカの話もしつつ、うん、そう、新たなステージが僕ら始まってるところもありますからね。始まっちゃいましたね、ライカ同士のっていうね、はい、ある意味ね、キヤノンとソニーだったところがある意味あるタイミングで一緒にのそうですね、カテゴリーができたっていうところもありますからね、はい、いや本当にちょっと前に西田さんのライブ配信をお邪魔した時に1月ですね、飲んで、そうですよね、うん、ちょっと軽く飲んでて、うん、いやライカがさみたいな話になって、はい、ここまで来ちゃうと来ましたね、はい、時は経ちますね、本当に、はい、流れるし進化しますね、変化しますね、いや本当っすよ、うん、なんで、まあ、この辺とかでもちょこちょこコラボしますし、うん、まあ、西田さんのチャンネルでもさっき言ったね、動画っていうのが上がっておりますので、そうですね、はい、ぜひチェックしてくれると嬉しいです。熱く語ってますね、はい、熱く語ってます、はいはい、という感じで、今日はこの辺にしたいと思います。西田さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、今日の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それとね、僕とか西田さんのね、チャンネルの方とか、あと SNS とかも、うん、載せておきますので、ぜひチェックしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。大丈夫でした。あ、バッチリです。ありがとうございます。ちょっとこのユーザーフレンドリーじゃない方向に行っちゃって。いやそういうのが面白いですよ。